皆さんこんばんは、広瀬優です。今回は1日たったの3分でできるマッサージいらずのむくみ対策をご紹介します。その名も1日3分座ったままできる美脚ストレッチです。皆さんはその1日のむくみそのままキープして過ごしていませんか？そのむくみは最大の敵と言われているほど、まあその日のうちに解消しておきたいですよね。なので今回ご紹介するストレッチは、そのふくらはぎとか、あとは太ももの裏側、まあ足の裏側全体を伸ばすので血流を良くしてくれて、あとは柔軟性がアップするんだそうです。あとは体幹を使うので腹筋と背筋力をアップするのにもつながったり、姿勢改善にも効果的と言われています。いいですよね全体に効く、ストレッチなのでぜひやってみてください。でやり方は簡単です。椅子がある方は椅子に座ってください。でもしない方はソファー椅子代わりに、あとはベッドを椅子代わりにしても構いません。はい、まずは椅子に座ってください。で深くこうやってね腰掛けるのではなくて浅く座ってください。こういう感じで。はい、で足がちゃんと地面につくように。でですね、まあまずは基本はこの姿勢ですね、キープしてください。背筋をピーンと伸ばして、で、呼吸をするときなんですけど、息を吐くときにお腹を内側に引き寄せるような、イメージで呼吸をしてください。いいでしょうか。はい、で次、どちらからの足でも構いませんので、手を足の裏に添えてください。はい、でこのまま、姿勢はこのままキープしたまま足を添えます。足の裏に手を添えます。で、まあ、届かないっていう方はかかとでも構いません。はい、で、あー、ここも届かないっていう方はこういう、フェイスタオルありますか？お家にある方はこういうのタオルを活用して 手の代わりにしてください。こう足の裏に巻いて、こういう感じでも構いません。はい、でですね、息を吸うと同時に膝を曲げてください。軽くで、息を吐くと同時に膝を伸ばします。でこの時かかとを、ゆっくり天井方向に向けます。はい、いいでしょうか。でまた息を吸っての時にか、膝を緩めます。で息を吐く時にまたピーンって足を伸ばしてかかとを天井方向に向けます。はい、この動作を、10回ほど行ってください。そうで、じわじわと筋肉を伸ばしてください。いかがですか？気持ちいいですよね。でポイントは足をどこまで上げようかなっていうのを意識するのではなくて、背筋が丸まらずにちゃんと伸びていることを確認しながらやってください。で10回行ったら反対側の足も同じようにやっていきます。こうね、これです。あ、これほんと気持ちいいですよ足の裏側がねすごい伸びるので、めちゃくちゃ気持ちいいです。だし、なんて言うんだろう、うん、ほんと全体的に伸びますね気持ちいいです。うん、で体がポカポカしてきますね。はい、でできればこれはお風呂上がりにやった方がいいと思います。で体がポカポカしている状態で、こういうストレッチを行うと柔軟性も高めてくれるので、ぜひで、これはまあ
そう、3分足らずでできるストレッチなので、まあ、テレビを見ながらでもできますよね。そうそうそう、毎日の習慣にしてお家でやってみてください。ということで今日は終わります。バイバーイ。